ステージ下でファンがナンバーアンダーラインアイの名前を叫んだ瞬間、ナンバーアンダーラインアイも嬉しかった音楽ライブ、ザ・ミュージック・デイでの感動的な夜。昨日の、ボン・ザ・ミュージック・デイ2024では、音楽ファンにとって特別な一日となりました。その中でも特に注目を集めたのが、ナンバーアイのパフォーマンスでした。スタジオ内は彼らの登場とともに歓声と興奮に包まれ、 一瞬ででその場のの場空気が変わったのです私もその場にいて、8時間に及ぶ音楽フェスティバルの中で、最も心に残ったのがナンバーアイのステージでした。観客たちは自然と彼らの名前を叫び、音楽が流れ始めると一緒に歌い出しました。彼らの曲のすべての単語を覚えている観客たちが声を合わせて歌う光景は圧巻でした。そして、 ステージ上でのナンバーアイのメンバーはまるでエネルギーに満ち溢れ、輝いているように見えました。ボン・ザ・ミュージックで c 2024が始まった瞬間から、私たちの心は期待と興奮で満ち溢れていました。特にナンバーアイのパフォーマンスは、その日のハイライトといっても過言ではありません。彼らのボンの演出はまさに圧巻で、多くの視聴者がその魅力に引き込まれました。このパフォーマンスの背後にはどんなストーリーがあり、 新たな視点や仮説があるのか、この記事ではその魅力を探求していきますまずナンバーアイのボンパフォーマンスがどれほど特別であったかについて触れてみましょう彼らはラフな衣装に身を包み高速ラップと手数の多いダンスを軽やかに披露しましたこのパフォーマンスはただのエンターテインメント以上のものであり彼らの練習量やプロフェッショナリズムが垣間見える瞬間でもありました このような難易度の高いパフォーマンスを何事もないかのようにやり遂げる姿は、まさに生きと呼ぶにふさわしいものでした。このパフォーマンスの背景には、いくつかの興味深い仮説や視点が存在します。まず、彼らのパフォーマンスがこれほどまでに魅力的である理由の一つとして、練習量とチームワークの重要性が挙げられます。ナンバーアイのメンバーがそれぞれのパートを完璧にこなすためには、 個々の技術だけでなく、グループ全体としての一体感が不可欠です。彼らの練習風景や舞台裏でのコミュニケーションに焦点を当てることで、パフォーマンスの質をさらに高める要因を見つけることができます。また、彼らのパフォーマンスが視聴者に与える影響についても考えてみましょう。多くのファンが彼らのパフォーマンスを見て、かっこいい、すごいといった感想を持っていますが、 その背後には彼ら自身が持つオーラやカリスマ性が大きく影響しているのではないでしょうか。これは、ただ見た目の魅力だけではなく、彼らが持つ内面的なエネルギーや自信から来るものであると言えます。ボン・ザ・ミュージック・デイ2024でのパフォーマンスは、彼らのキャリアにおいて重要な節目となりました。特に注目すべきは、彼らが日本史上最速でミュージックビデオをリリースしたという事実です。 これにより、彼らの存在が一層際立ち、今後の活動に対する期待も高まりました。このような快挙を成し遂げるためには、彼らの努力と情熱がどれほど大きなものであったかを考えると、ますます彼らのファンになる理由が理解できます。さらに、ボンのハンドマイクバージョンについても触れてみましょう。通常のパフォーマンスとは異なり、ハンドマイクを使った演出は新鮮であり、 ファンにとっても驚きと喜びの瞬間でした。ハンドマイクを持ちながら踊ることの難しさを考えると、彼らの技術の高さが一層際立ちます。このような挑戦を成功させるためには、徹底的な練習とクリエイティブな発想が求められます。このパフォーマンスを通じて、ナンンバーアンダーアダラインアイはただのアイドルグループではなく、アーティストとしての地位を確立しました。彼らの演技力や表現力は、 観客に深い印象を与え、彼ら自身もまた成長を続けることでしょうこのような姿勢は他のアーティストやファンにとっても刺激となり新たな目標を掲げるきっかけとなりますここで一つの仮説を提案します彼らの成功の背景にはデジタルメディアの発展が大きく寄与しているのではないでしょうか SNS や動画配信プラットフォームを活用することで 彼らのパフォーマンスは瞬時に世界中に拡散され、多くの人々に届くことが可能となりました。これにより、彼らのファンベースは急速に拡大し、グローバルなアーティストとしての道を切り開いているのです。また、彼らのパフォーマンスが現在の社会的なトレンドやイベントとどのように関連しているかも考えてみましょう。例えば、コロナ禍によるライブイベントの制限が続く中、 オンラインでのパフォーマンスが一層重要視されるようになりましたナンバーアイのようなグループがデジタルプラットフォームを活用することでファンとのつながりを保ち新たなエンターテインメントの形を模索しているのですさらに彼らのパフォーマンスがどのようにして観客の心を捉えるのかについても深く釣りしてみましょう彼らのステージングや演出は一見シンプルでありながらも非常に効果的ですこれは 視覚的な要素だけでなく、音楽やダンスの融合によって生み出される総合的なエンターテインメントとしての完成度の高さに起因しています。このようなパフォーマンスが、観客に強い印象を残し、長く記憶に残る理由となっているのです。ボン・ザ・ミュージックで2024のナンバーアイのパフォーマンスについてさらに掘り下げてみましょう。彼らの成功の背後には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。 まず一つ目は、彼らの一貫したプロフェッショナリズムです。各メンバーが自身のパートを完璧にこなすために、日々どのような努力を重ねているのか、その一端を覗いてみることにしましょう。ナンバーアイのメンバーたちは、毎日の厳しい練習と徹底した自己管理を行っています。彼らのスケジュールは非常に過密であり、一日の大半を練習に費やしています。それでもなお、 彼らは自分たちのパフォーマンスを向上させるために常に新しい挑戦を求め続けています。例えば、新しいダンスの振り付けを覚えるために夜遅くまで練習を続けることも珍しくありません。また、彼らは互いにフィードバックをし合い、個々の技術だけでなくグループ全体としての一体感を高めるための努力を惜しみません。彼らの練習風景を覗いてみると、 その真剣さとプロフェッショナリズムに圧倒されることでしょう。さらに、彼らのパフォーマンスが持つ社会的な意義についても考えてみましょう。ナンバーアイの楽曲やパフォーマンスは、単なるエンターテインメントではなく、メッセージ性を持っています。彼らの歌詞には、若者の心の叫びや社会への訴えが込められており、多くのファンがそのメッセージに共感しています。彼。らの音楽は、 時にに社会問題に対する意識を喚起し、リスナーに新たな視点を提供することもあります。例えば、彼らの最新シングル「希望の光」は、困難な状況に立ち向かう勇気と希望を歌った曲であり、多くの人々に勇気を与えています。このような彼らの活動は、ただの音楽グループとしての枠を超え、社会に対して影響を与える存在となっています。彼らの音楽を通じて、 若者たちが自分たちの声を上げる勇気を持ち、社会に対してポジティブな変化をもたらすことが期待されています。ナンバーアイは、単なるアイドルグループではなく、現代の社会における重要なメッセンジャーとしての役割を果たしているのです。ここで、彼らの未来について考えてみましょう。彼らのキャリアはまだ始まったばかりですが、すでに多くのファンと成功を手にしています。 これかかららの彼らのののの彼挑戦はどのよううななものになるのでしょうか例えば彼らがさらに国際的な舞台に進出する可能性もあります日本国内だけでなく海外のファンからも注目を集めている彼らはグローバルなアーティストとしての道を切り開く準備ができていると言えますまた新たな音楽スタイルやパフォーマンスの形を模索し続けることで常に進化を遂げることでしょう